やべ、簡単すぎる。こんにちは、道場です。はい、ということで今日のカスタムはこちらです。グリップですね。はい、ではこちらに交換していきましょう。まず準備するものはもちろんグリップと、あとはバーエンドを外すときに六角レンチと、もう最悪切って外した方が早いので、前のやつはね、カッターとかがあるといいかなと思います。それとパーツクリーナーですね。これ掃除するときに使います。掃除するときというか外すときに使いますね。でこれを外したら、ボンドつけてグリップはめて終了です。よし、じゃあやっていこう。よっしゃ、外すだけっすね。いや結構硬いって聞いてたんですけど、思ったより簡単にいきましたね。よいしょ、ういこんな感じで、パーツクリーナーをこの間にね吹きかけていきます。よいしょするとですね、中の接着剤がどんどん外れていくんです。ニュニュッとニュニュッとニュニュッと、よいしょよし。でこんな感じで全体にパーツクリーナーが行き渡ったら、もうスコスコなので、こいつをクイクイッと引っこ抜くだけですね。はい、おしまい。ツルツルだな。よっしゃ、こんな感じで綺麗になりましたね。で車種によってはですね、まあ、ここ溝が入ってたり、特にアクセル側ですね、アクセル側が溝が入ってたり、このプラスチックがですね薄いんですよね。で前の GSX250R はここに出っ張りがあって、それをこう無理やり引っこ抜こうとしてパキッと割った記憶があるので、まあ、そういうところはねちょっと気をつけていただきたいかなというふうに思います。今回結構ね簡単に抜けましたけど、本当最悪さっき言ったみたいにカッターでベッと切った方が、いいと思います。はい、ということで反対側も一緒ですね。抜いていきましょう。はい、ということで抜けましたと。あともこれにね、こいつを差し込んでいくだけですね。で今回はセル側が24、こっちのクラッチ側が22ですね。左側は22、右側は24と、こういうこの貫通タイプの耐震ジェルですね、耐震のやつを買ってみました。おい、じゃあやっていきましょうかね。耐震ジェル専用グリップボンド、これを使ってくださいね。でこれぬりぬりします。でうほほ黒、まあちょっとでいいと思います。ぬりぬりで、あとはちょっとこいつの内側にパーツクリーナーを拭いてズボッと刺せば OK です。こんな感じで、あとニュルニュルっとズボッと、よいしょ、終了。やべ、簡単すぎる。もう少し外すのに手間取るかと思ったんだけどな。反対側も容量は同じですね。はい、ということであとはバーエンドを戻していきますが、今回は全これですね、このかっちょいいバーエンドを買ったのでこちらに交換していきたいと思います。最初ですね、
かそのこういうやつを買ってしまったんですよね。あの汎用のタイプのやつですね。こんな感じでバーエンドこう穴が開いてるタイプもあるので、まあ、それに突っ込んで、固定するタイプなんですが、確認すべきでしたね。こういうのじゃないと入らないということで、川崎用の M8 のやつですね。 M8 のバーエンドを必ず確認して買いましょう。バーエンド本体とあと入ってるのはもうこのネジとワッシャーだけですね。よし、じゃあつけていきましょう。あともうつけるだけです。つけるだけ、つけるだけ。ガチョイ。もう立ちごけできませんね。前の GSX も同じのをつけてたんですけど立ちごけしてしまってガビガビでしたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、グリップ交換はですねかなり簡単なんで、まあ、カスタムとしてね、おすすめですね。で、まあ、正直ですねまあ、この振動の軽減効果というのはそこまでないかなという感じもしますが、まあ、またグリップによって違うでしょうけどね、まあ、とりあえず、かっこよくなったということでバーエンドもピカピカになったということで手軽に個性的なバイクにできるので、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。バーエンドはね、必ず確認して買ってください。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いやしかしちょっと簡単すぎて尺が足りるかなこの動画。